速解塾の久保です。特別定額給付金の10万円5万円をお待ちの方、5万円なんだろうか、10万円なんだろうか、合計15万なんだろうか、そして振り込みはいつになるんだろうか、気になるところですよね。今日はちょっとその後についてお話しすることと、あとは事業者向けの持続化給付金についてもちょっとお話ししましょう。そんな詳しいことは話せませんけども、本当にさらっと聞いていただければと思います。まずはその特別定額給付金っていうのは、今年度の、予算が予備費、これの残りがね 7. 数兆円あるんですよ。これをなんやかんや使うと、1人当たり5万円の特別定額給付金なら今年中に振り出せるということなんで、そっちの方向に動くみたいですね。ですので、早くてもね、でも12月ギリギリだと思うんですよ。これから手続きして法律を通してってことをすると、あ、でも予備費だから法律通さなくていいのか。まあ何にしてもね、今年中に5万円が全員に配られる公算はかなり強くなりました。そして年が明けて2021年、この2021年にも特別定額給付金は引き続き用意されているということですけども、まだこれはね分かりません。実行されるかどうかありませんけど、そういう要望が菅総理の方に出されて、菅総理も前向きな姿勢でね、そうなるように頑張りますということだったんで、これ結構期待できるでしょう。だから私たちはね、もっともっとメールを送らないといけないんですよ。国民の声を届けるのはもう限られたところしかないです。2つあります。1つはね、官邸にメール、これを毎日行きましょう。しつこいぐらい行きましょう。メールサーバーパンクさせるぐらい。そうすると国民がこれだけ求めてるんだから、じゃあやろうかってことに必ずなります。それこそね、ツイッターで35万リツイートで検察庁法の改正案も却下になるぐらいですから、これ必ずできますよ。メール誰でもできますよね。やりましょうよ、頑張りましょう。そして周りの人に呼びかけましょう。これが一つの方法です。もう一つはですね、皆さんのお住まいの地区にも必ず自民党の事務所っていうのがあります。ぜひね、地域で活動されている自民党の事務所のところに訪問していただいて、そしてね、ぜひそこの方と語り合ってください。持続化給付金のことだけでなくてもいいです。他のことでもね、自分の困った状況を聞いてもらってください。それが必ず国を動かすもう原動力になります、ね、どうせダメだろうとかね、自分一人がやったって動かないだろうっていう気持ちがこんな状況にしちゃってるんですよ。むしろね、自分が動いて国を変えてやるぐらいの気持ちで、私たち国民一人一人が立ち向かっていけば、どんなことでも実現するんですよ。だからね、もう何か思いついてもやめる、人が何か前向きなことを言ったらどうせダメだろうっていうふうに潰すじゃなくって、まずやってみましょう。やってみるとね、何かが残ります。誰かとつながります。ここがすごく大事です。そのコツコツの積み上げがきっと未来の素晴らしい日本を作ると思いますし、あなたの人生をより良いものにすると思います。もう一人でね、押し込んでたりとか、一人でもう絶望してる暇はないですよ。私がこうやって呼びかけてるのを見た以上は、これはね、行動に移していただきたいです。もう一回言いますよ、官邸にメールを送りまくってください。もう一歩です。今年中に5万円、来年に10万円、これ実現するかもしれないんですよ。もうすでに自民党若手議員がこの提案書、要望書を出してくれてるんですよ。菅総理もやりましょうというね、前向きに頑張るということだったんで、これ実現する可能性非常に高いですよ。で、もう一つは地元の自民党の事務所に行って、ぜひそこの方とつながってみてください。普段自民党にもうね、好意を持ってないかもしれません。腹が立ってるかもしれません。でもやっぱり自民党員一人一人の先生方はね、私たち国民のことを思って選挙に立って、そして、多くの方の信頼を得て、信任を得て、今ね、衆議院議員、参議院議員でいらっしゃいますから、必ず話を聞いてくれます。まず信じてみましょう。そして思いの丈をぶつけてみましょう。それに対して大したコストはかかりません。ただね、行く罰金がかかるぐらいですよ。行けるでしょ、できるでしょ、やりましょうよ。できることをやりましょう。で、腐っていてもそれで良くなるわけないんですから、よろしくお願いしますね。はい。それからね、持続化給付金なんですけども、おそらくこれも2021年度バージョンで、継続的にまたね、再開するんではなかろうかと言われてます。これは個人事業主の方に100万円、で、法人の方が200万円っていうくくりです。で、2020年、かなりのね、申し込みがあって、不正もかなりあって、1000件以上逮捕されるようです。だこういうことをね、なくして、もう真っ当な人が真っ当なお金を受け取るようにしていきましょう。はっきり言ってね、ズルをする人っていうのは持続化給付金の制度をやめようかって思われちゃうんで、もうやめてくださいね。ズルはズルではなくって、本当に自分が苦しくって、自分の事業が売り上げがなくなっちゃったってことでしたら、それはね、堂々ともらいに行けばいいわけなんですよ。ありもしない事業とか、ありもしない過去のデータとかね、財務諸表を改ざんしてやるっていうのは、近畿財務局でも十分でしょね、森友だけで。私たち国民まで悪い例を真似る必要はないです。ですんでね、本当に私たちは正直にやっていきましょう。国民が正直なら、必ず権力を持っている人も正直にやらなくてはいけなくなってくるんですよ。国民がズルをどうせやってるんだから、国民は国に頼ってばかりだからっていうふうに、いわゆるね、舐められてしまうと、こういうことになってしまいますんで、ぜひね、私たちは誠実に、立ち向かっていきましょう。メールを送ること、
地域の事務所に行くこと、これできますよね。これやっていきましょうよ。うん、そうするとね、絶対に一歩進むんですよ。で、これからね、一人の100歩ではなくて100人の一歩で行きましょう。一人の人が何でもかんでも頑張ってその人に期待するんではなくて、むしろね、たくさんの人がちょっとずつやるんですよ。そうするとその合計値っていうのは国を動かすものに必ずなります。ということで、今回は特別定額給付金が年内に5万円、これは出るんじゃないかなっていうことと、来年の10万円、これもね、継続的に何回か出てくるんじゃないかなっていうふうな、裏付けはまあまあ、確実ではないですけども、闇雲の話じゃなくてね、あり得る話になってきました。ぜひね、これからも官邸にメールしていきましょう。そして持続化給付金、これはね、事業者の方になんですけども、100万円、200万円というのがね、また見えてきましたんで、これね、2021年も、例えば航空会社なんていうのはね、飛行機飛ばないわけですから、国際線が。国際線が飛ばないとどうなるか分かります？燃料も売れないし、飛行機の整備士さんも困るし、飛行機に関する取引先もみんな困るんですよ。だから持続化給付金の第2弾っていうのは必要なんです、そこだけ見ても。で、飲食、インバウンド、それからあれですよね、エアビーとかあるじゃないですか。あの辺もかなり困ってます。そういうのに国が支援して、これからはインバウンド需要で国民みんな事業をみんなでしてね、外国からの観光客から儲けていきましょうよっていうふうに温度を取って東京オリンピックまでぶつけたのに、これじゃないですか。もう状況よく分かってもらってますよ。あとはね、我々国民が腐るんでもなくてね、もう何ですかね、悪い印象だけを持つんではなくて、そうではなくて、やっぱりきちんとね、何と言いますかね、やることをやって諦めずにできることがあったら、少しでもそちらの方向に、活路を見出すことじゃないかなと思います。忙しい中私の動画見ていただいてありがとうございます。最近はね、ニュースがね、どんどん来るんで、お知らせしたくてしょうがないんですよ。いいニュースって早く知らせたいじゃないですか。皆さんも周りの人にね、ぜひね、お知らせください。特別定額給付金出るみたいでは何買おうかねって。貯金しちゃダメですよ、すぐ使ってください。もしくは税金をすぐ払ってください。家賃をすぐ払ってくださいよ。そうすると経済回ってみんな助かりますからね。そんな形でございます。周りの人に絶対に知らせてください。もしくはこの URL をもうね、知りうる限りのメールアドレスに拡散してください。そうすると多くの方がまた官邸にメールを送るきっかけになりますんで、よろしく。メガドック。